一芸ラジオ第43回始めさせていただきます、りょうです。第10回でね、来ていただいた時田実さんに今日来ていただきましたので、よろしくどうぞ。です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、いきなりギターの音入っていただいてちょっとどこをどう弾いたらいいかわからないです。いやいや、今日ちょっとね、ギター持参していただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ね、イントロちょっと弾いていただきましたけど、まあ、某バンドの某有名曲ですね。有名曲ですね。西行ったり東行ったりする。そう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 、北南ではないですけど。北南ではないですね。面白い。歌ってもよかったのに。いや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 、そんなそんなそんな、ほなね、今ここどこだっていうね、実はね、分かんないと思うんですけどね。いやね、今日ちょっとギター持ってきてもらって、はい、ちょっとマニアックな話をしたいなと。いいですよ、音楽についてね。はい、はい、前回ちょっとあの素人でも分かりやすいようにっていうことで、だいぶ何の話したかな、ギターのベースの違いが分かんないから、うん、ね、なんだっけな、始めるならどっちからやった方がいいとか。そうそう、言ってたね、言ってた、言ってた。そんな話をさせてもらいましたけど、うん、はい、その後ね、まあ、あの普通に、うん、あの個人的に喋ってる時に、なんだっけ、メジャーコードとマイナーコード、はいはい、というものがあると、はいはい、でそれの転調がうんちゃらかんちゃらって、まあ、今弾いた某バンドの曲をね、はい、モチーフにいろいろ喋ってて、はいはいはい、でこれラジオに入れたいけど結局やっぱ音がないと分かんないねっていうね。はい、メジャーの音がなんだと、マイナーの音がなんだと、はい、っていうのは、っていうことで今日ギターを持ってきていただいて、わざわざありがとうございます。はい、いえ、とんでもないです。はい、買ったばっかりですけどね。はい、あ、そうか、それ紹介しとこうか。なんかいいギターらしくて、はい、そうですね。素人にはちょっとピンとこないんですけど、はい、知ってる人にはおってなるように紹介を。はい、まあ、ミスチルファンならもうおーっていうような感じのですよね。まあ、スタフォードっていうメーカーで、はい、あの黒沢楽器っていう楽器屋さんのオリジナルブランドなんですけど、ほうほう、ミスチルのその桜井さんが、あれはアルバムディスカバリーの時の、ま、ツアーで、まさにまさに、まさに弾いた曲の頃の、そうそうそう、そうだね、そうだよ、そうだよ、狙ってないよ、それ。いやね、俺も狙ってないからよ。ちょっとびっくりした。そう、その頃のアルバムツアーの時に使ってたギターのブランドが同じスタッフォードっていうメーカーで、はいはい、あのまあ、桜井さんが使ってるのは多分かなりスペックも良くてすごい高い方でしょうけれども、うん、まあ、それをちょっと踏襲したようなギターで、うん、まあね、値段を言うのかな。いや、値段はいいよ。値段はいいから、まあ、お安く買えたと。そう、お安く、もうかなりあの分かる人にしか分かんないですけど、あのギターも全部こういうふうにあのその木の板、その針、違うんだ、これ。実は、うん、あの合板っていうのと、うん、あの木を積み重ねて圧縮してるのと、うん、単板1枚の板でできてるので、うん、大きく分けると分かられるんですね、ギターの材質って、うん、簡単に言うと。でその合板だとやっぱあんまり響かないんですよ。で単板だとすごいいい感じに木の音色が聞こえてきて、これ全部単板なんですよね、実は、ね、安いのに。安いのやつちゃった。叩いて音で分かるんだ。あ、いや、まあ、多少は分かるかな、軽い音はする、うん、合板だと。ああ、なるほどね、乾いた感じのね、うん、そう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 、うん、まあ合板だからって悪いギターがっていうわけでもないですけど、うんうん、なるべくこういう風に単板の方がいいというか、うん、で見た目もね、その桜井さんの、今見えないですけど、かっこいいわ、うん、桜井さんのその使ってた時のギターのデザインとほぼ同じですね、うん、このキックガードもちょっと大きめだし。いつの頃ですか？
あだからそのディスカバリーの。ディスカバリーのツアーで使ってた色。そう。色もその近いんじゃないかな。かっこいい。焦げ茶のね、そう、木っぽいというか、もうギターっぽいね。うん。すげえ。そう。これはね、もうこういうの、ほんと惜しかった。ほんと惜しかった。愛苦しくてしょうがないね、じゃあ。うん。まあまだね、買って1ヶ月ちょいぐらいなので、まだまだ可愛がってあげなきゃいけない感じなんですけど。なるほどね。はい。いいね。これやっぱね、アコギの音が部屋でするのはいいよね。ね、静かなところでね。あ、やってみるわじゃん。いやいやいや。このさっきも言ってたけど、その指の、うん、はいはいはい、コードのなんだっけ、その人差し指で全部。あ、制覇ね。制覇って言います。制覇。うん。何本あるのこれ、6本を1本の指で全部押さえなきゃいけないっていうコードがね、そうそうそう、この音らしいんだけど、はい、まあ俗に言う F っていうコードでそこの制覇、人差し指全部で押さえるんですけど、だいぶこういうこのコードで挫折する人が多いみたいね。そう、それはね難しいかったね。で俺があの、まあ、前回これ話したっけな、その友達ん家で花のイントロを習ったと、はいはいはい、花のイントロ。これでね、はい、の友達から言われたのはその簡単だからっていう、うん、左手が、うん、って言われたんだけど、その通り、まあ簡単じゃ簡単、押さえる場所が少ないんだよね。そうね、下から細い弦から数えて1弦2弦3弦4弦までしか押さえないかな。最初はこの、まあ、ディバイナー7ということなんですけど、桜井さんももしかしたらこっちの音で弾いてるかもしれないけど、どう違うの、なんて言ったらいいかな。ちょっとマニアックな方向になっちゃったけど、これ D マイナーっていうコードで、うん、で D マイナー7っていうのが、うん、こっちよりかな、ね、ちょっとね、こっちの方が近いかな、うん、D マイナーで、 D マイナー7が、あ、ちょっとね気持ち渋めなので、そうだね、うん、まあ、まあの人によって好みがあるので、うん、まあ、俺はセブンスの方が好きだから、うん、あの花のイントロもこっちで弾いてるけど、うん、ちょ、桜井さんがどっち弾いてるかまではちょっとはっきり分かんないですが、うん、でその後のコードが A マイナーっていう曲で、うん、あ、コードで、うんうん、あのこれもなんだ、人差し指と中指と薬指しか使ってないね。そうです、1弦、2弦3弦4弦だけ押さえて、うんうん、見てたけど、これをね俺やらしてもらって、うん、まあこの指の動きができなくてね、挫折したよ。開始20分ぐらいで。これだって最初俺右手だと思ってた、ずっとやるの、うん、右利きのが多いわけじゃん、はいはい、絶対右でやるもんだと思ってたら、うん、逆だよって、最初本当に普通にこっちでやろうとしてて、うん、右だとやりにくいよね、でもね、左に変えたら、うん、左の方がやりにくいかと思いきや、そう、やりやすいんですよ、意外と、うん、よくできてるよね。そうね。そう、だからそう、そういえばね、今思い出すと、うん、花もギター始めた頃にちょうど弾き始めたかな、うんうん、まだあのほんと制覇がうまくいかなくてさ、うん、なんかみたいな、ちゃんとなんないみたいな頃だったね。うん、なるほどね、うん、懐かしいね。なんかもう最初に一曲覚えられた曲とか覚えてる？なんか名もなき歌とか聴いてたかな。やっぱミスル多かった、ね、多かった。なんか理由が好きだったから。そう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 。あとあのミスチルもね、なんだかんだで、あの名もなき歌も、うん、あのギター始めたばっかりの最初の曲としては割合良さそうな曲なのよ。そんなになんつうの、この人差し指全部で押さえるコードとかがないのね。まああるっちゃあるんだけど。うんうん、で、なんとか弾きやすいのね。じゃあ8ビートって言うんだけど。うん、こういう風に、まあ、シンプル、うん、シンプルに弾ける。まあ本当は、うん、ちょっとぐらいのものならばでももうちょっとね、うん、違う感じ弾くんだけど、そう、まあ普通だったらじゃんじゃんかんかんかんみたいな感
感じで。そうね。そうそうそう。それなんかよく聞くわ、ちっちゃいあのライブハウスとかで。うん、まあ路上とかでもね。そうそうそう。まあまだね、弾き慣れてないのかなみたいな感じで。まあ逆に言えば分かりやすいからね。それで路上とかだとある意味入るのかもしれないけど。うん、あえてそうする場合もある。ある。ああ。8ビートね。うん、名もなき歌ね、うん、名もなき歌のイントロ、あれイントロ短かったっけ、あ、それか、みたいな感じかな、田原さんのギターは。はいはいはい。そうか、そこだけちゃんと聞き分けられるんだね。はい。全然わかんないもんな。そうそう。まあそんで、その、うん、メジャーとマイナーと、あと何の話だっけね。そのミシルの曲でね、その転調がすごくあるっていう話をしてて。はい。うん。それの違いが、もう要はギターがないとわかんないっていうとこで話終わっちゃったんだけど。ああ、そうね。何の曲だったっけね。なんか話してたね。でまずそのメジャーとマイナーの違い。メジャー、まあ、さっきも D マイナーっていう、うん、まあ、マイナーコードだったけど、うん、まあ、A マイナーでいうとこういう暗い響きになるんですね、うん、じゃあメジャーの A コードっていうとなんていう、うん、こういう響きなんですか、うん、あ全然違うの、うん、まあ、暗い、マイナーは暗い、うん、まあ、メジャーは明るい、まあ、単純に言うと違いはね、うん、はいはいはい、でそれそのコードの中に、まあ、テンションの音って言ってるから、うん、を加えていくと、例えば今の A にメジャーセブンっていうテンションを加えると、うん、綺麗、そう綺麗な、うん、まあ、ドローイングっていう曲のイントロこんなんかな、うん、でしたよね、いい。やっぱ生で聴くと違うね、うん、いやあの曲も好きだけどすげえわ。あとはナインスっていうこともあって、うん、あのこれ蘇生かな、うん、あれは C メジャーのナインスにもなってたかな、は結構明るくて爽やかな響きなんで、うんうんうん、じゃあこの孤独をで、あとはね、そうだな、その辺も全部メジャーの中ってこと、メジャーのコードのうちのテンションを変えたりすると、まあ、シミジャーセブン、あ、メジャーセブンとかナインスとかっていうコード、うんうん、でそうね、他にあとセブンスっていうコードがあって、うん、あの A7 だとこういう響きで、まあ、よくある、まあ、まあお父さん世代の人が好きな感じのコードというか、分かりやすいベースっぽく弾いたけど、うんうん、これコードで言うと A7、うん、あの雰囲気としては同じでしょ、うんうん、それ使ってる音が一緒ってこと、まあそうだね、そうそう、ここの音がセブンスからちょする感じね、でこれ、あ、どうしよう、うん、ちょっと今思いついちゃったんですけど、ちょっとね、うん、響きがね、うん、ちょっとまあ夜の時間の感じのねコードもありまして、うん、おお、ちょっとエロいんだ、こういうコードで、これなんていうかっていうと、うん、6-9っていうんですよ、ああ、うん、
そう、まあ、深くは追求しないけど。すいませんね。ごめんね、これ言わなきゃばだよな。いいですか。正式名称なんでしょ。そう、シーンの69ってこと。本当にこう、本当に、本当ですよ。これ嘘ついてないよ。疑わない、疑わない。大丈夫だよ。いや、面白くなってきた。69。そう。なんていうか、6っていうのと9っていうテンションの音が加わってて。で、まあ、それ以外にもいろいろディミニッシュとか、あとはオーギュメントとか、そういうコードいっぱいあるんですけどね。まあ、そういうのがいろいろ組み合わさって、それが、まあ、ピアノなりギターなりのバッキングできる楽器で演奏されて、まあ、こうその曲が成立するというか、先に言われちゃったからかもしれないけど、確かに夜のバーっぽい、ジャズバーっぽいね。そう、マイナーナインスってこともまた結構ね、ジャッジだった。ある僕の師匠の曲のコードを弾くんですけど、師匠うまいよね、それね。うまいですね。あの色気のある音、色気ありますね、本当の人は。すごいわ。うん、でこれはまあ、今のもメジャーなの？メジャーの中でのエロい感じってこと？だからなんだろうかな、曲がメジャーマイナーみたいにも分かれてるっていうことよりも、うん、もうジャンル音楽的には、うん、今のまあジャズチックだし、うん、ね。まあ、カントリーっていうだろうし、うん、でさっきみたいなっていうのはブルースっていうし、でそうね、うん、でまあミスチルの名もなき歌みたいなやつは、うん、まあ、フォークかな、どっちかっていうと、うん、あとまあ花もそうだと思うけど、うん、でまあミスチルでいうか、じゃあ、抱きしめたいとか、あとはトゥモローデーマズズもそうですけど、ああいうのはまあバラードっていう、ポップスのバラードっていうジャンルです。ちょっとジャンルというか、まあ、曲の、まあ、しっとりした曲であればバラードって何でもいいと思うけど、そうだね、うん、なるほどね。で逆にじゃあマイナーの方は、マイナーの方の音はどういうのがあるの？マイナーでも、うん、あのジャンル分けされてるっていうよりかは、あの曲で大きく分けるとキーっていうのがあって、うんうんうん、その基調になってるコードの音って言ったらいいかな、簡単に言うとね、うんうん、あのさっきの花のイントロについてはキーは Dm なんです、うんうんうん、マイナーコードだね。そう、でもサビになると F っていう明るい響きなんですよ、うん、負けないように枯れないようにって、うんうん、だからあのマイナーかメジャーかっていうのはまず、まあ、キーの違いだけと思ってもらって、はいはい、でその後の違いはちょっとジャンル、うん、その音楽のそのニュアンスで分かれてくる感じ。あ、そうか。じゃあこの曲が全部それってわけではないんだね。そう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 、なるほどね、うん、それの転調がなんていうか面白いんだね、ミスチルはね。面白い。なんかあれ、まあ本にも書いてあったけど、うん、なんかね難しいんですよね、その本の言ってることは分かるんだけど、多分いざ聞くと普通の人にとってはこれってメロディーは暗くて、あのコードは明るいのか、うん、どうなんだろうみたいな感じなんだけど、あ、まあ、いざやってみると、例えばイノセントワールドを特にあの本強調してたけど、いつの日にもこの音に流れてるメロディーみたいな感じになってて、メロディーがこの時にかな、ちょっと分かりづらいんですけど、ただ音だけ聞かせてあのここら辺の音はあのコードから見たら、まあ、あマイナーよりっちゃまあ、まあ、大人だったらこっちの音のコードをはめてもおかしくはないみたいな、いつの日もこの胸にでも、まあ、はまるっちゃはまるね、うん、そこにあのメジャーのコード当てると、うん、いつの日もこの胸にみたいな感じで明るくなるね。そう、だからこれがそのメジャーとマイナーのまた先状態っていう風に表現してたかな、その本だとね、うん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 、あ面白い、確かに全然曲のイメージが変わるね。そう、
そっちで弾けるの？そっちで歌える？え？いつの日もこの胸に流れてるメロディーみたいな。マイナーコードでもハマるじゃん、ハマる。切な。でも、どんよりじゃない？うん。で、でもやっぱりこっちだよね。いつの日もこの胸に流れてるメロディー。なるほどね。サビの最後もいいなと思うのは、またどこかで会えるといいなって、ここのコード、うん、一瞬明るく聞こえるけどちょっと渋めじゃないですか、うん、ちょっとここになってるのマイナーコードが、うん、マイナーセブン、 A マイナーセブンっていうコードだね、うん、またどこかで会えるといいな、イノセントそう、うん、なんか一概にマイナーコードだからって暗いっていうわけじゃなくて、そのメロディーの流れ云々とかによっては明るく聞こえてきたりもするし、うん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 、1音ずつで変えられるんだね。あ、変えられるっていうのはあれだけど、変えてもいいんだね、別にね。そうそう、うんうんうん、で、まあこういうのを本当一番最初にやったって言って有名なのはやっぱビートルズだと思いますよね。うーん、うん、使い方がうまいというか、そう、うまい、うん、まあ、ある意味ミスチルよりビートルズの方がよっぽどすごいと思います。まあ、もう聞くと、ね、ベースだよね、うん、なんかね、うん、もう俺は詳しくは分かんないけど、あのダンスだったらマイケル・ジャクソンみたいな、うん、ダンサーから聞いて怒られるかもしれないけど、なんとなくイメージではね、うん、やっぱりこう神様的な存在がやっぱいて、うん、まあ、ビートルズはビートルズで多分参考にした人いたんだろうけど、うん、影響力っていう意味ではね、うん、ビートルズはだいぶ種をまいてるよね、うん、あの人たちはね、うん、不思議なのはジョン・レノンがちょっとミスチルが話ずれちゃいますけど、ミスチル会じゃないから、あ、ごめんなさい、本当はギターの話なんですよ、ね、すいません、あのジョン・レノンがね、エルビス・プレスリーが確か好きなはずなのよ、あの人が憧れて、うん、でも変な話、エルビス・プレスリーなんかよりもちょっと誤解招きそうですけど、エルビス・プレスリーより音楽的にはジョン・レノンの方がすごいと思いますよね。うん、どういう部分で、うん、やっぱ今言ったようなコードとメロディーの関係性というか、そのセンスがものすごい、まあ、ポール・マッカートニーももちろんそうですけどね、うん、うん、そうか、そういう技術的なとこわかんないもんな。あとはそのイエスタデーとか、うん、まあ、頭はね、あの F っていう制覇コードですけどでこの後のコードがそういうの、ここの2つ目のコードはすごい広がりがあると思うんですけど、うんうんうん、ここでもう転調してるの、まあ、音楽的に言えば、うんうんうん、セブンスサスコーっていうコードになってて、うん、あ、それ最初のイエスタデイの時からグッと変わるわけで、ね、まあそう、2つ目のコード、まあ、最初の段階でもいい感じなんだけど、うん、2つ目のコードで一気にそのモワーっていう感じに持っていかれるっていうね確かにね、そっか、最初のその出だしの音、うん、F だっけ、うん、でその感じで続けると多分ただの切ない曲で終わるんだよね。そうだね、その雰囲気でいこうとすると、まあ、なんだハマるとしてってなってもいいだと思う、うん、いいと思う、うん、こうやっても渋すぎるから ぽいぽいぽい、もう全然違うよね、うん、そう、でもまあわかる、全然ちゃんと完成するよね、うん、それでも、うん、そう、それはそうか、センスだよね、もう、うん、でこの、まあ変な話、僕の曲でもですね、うん、F から今 A7 サス4ってきたけど、うん、あの自分の曲でね、あの溢れてく思ってあるんだけど、うん、あの最初の出だしのサビの出だしの2つ目のコードまではさっきのこの流れとある意味同じなの、うん、あの、うん、これ途中途中でマイナーコード実は鳴ってんだよ、うん、だけどやっぱ明るいんだよね。そうだね、そう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 か、ちょっとその切なさ入れときたいから混ぜるぐらいの感じ、
それともなんか感覚的になっちゃうの、そうやって切なす、なんていうのかな、まあ、だってバラードじゃん今の曲は、うん、だからその全部をねメジャーっていうかその明るいのにしちゃうとまた変だから、そうそうだね、なんて言ったらいいかな、マイナーコードイコール切なさではないかなっていう感じ。本当の切なさって結局メロディーとコードとのそのぶつかり合いで切なさが生まれるみたいな感じかな。思いっきり切ない音弾いてみて。え？ギターで？難しいねまた。切ないな。なんかもう全部マイナスマイナスに行くようなつなげ方とかってある？とりあえずへこんでく音の流れ。へこんでく。うん、あのこれあの某有名バンドの曲なんですけどなんか聞いたことあった気がするけど、あのこれ言うと怒られそうだから、いや逆に天国って言ってるんですけどね、タイトルはね違う方向の天国みたいな、ね、なるほどね。すごいね、それパッと出せんの。あ、いやいや、まあ、ちょっとパッと思いついたんですけどね、はい、逆は逆。恋なんて今の手の声も失そげな。ああ、ちょっとギター教室ということで今。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとミッシル多めになっちゃったな、すみません。お互いミッシル好きなもん、ね。すみません。どうもどうも。はい。まああとはね、いろいろ炭酸と店長とかいろいろあるんだけど、うん、まあその辺は置いといて。はい。ね、はい。ありがとうございます。わざわざね、ギター持ってきていただいて。ええ、とんでもないです。